こんにちは、死神ちゃんです。皆さんは今最もパチ業界を賑わしていると言っても過言ではない。スマスロリゼロ2を落ちましたか？パチンコのリゼロが鬼がかり、スマパチと連発で大ヒット機種となったことから、元々の原作ファンのみならず、あらゆるパチユーザーから絶大な支持を誇る判件となりました。そのためスマスロリゼロ2は導入前からかなり注目を浴びており、圧倒的な出玉感を誇る高純増 AT、 ゲーム数天井に行けばロングフリーズ確定という5号機時代を思い出す強力な天井機能を搭載していたり、さらにはスマスロの闇ともいえる冷遇や優遇、ミミズモードといったいわゆる出来レ要素を全て排除したりと、とにかくメーカーは渾身の出来だと煽り散らかしていました。そのため販売台数は2万5000台とかなり強気な営業をかましたのですが、導入初週からすでに空き台が目立つようになり、さらには中古価格が導入初期は200万円近くあったのに、現在は30万円近くまで大暴落してしまっているのです。じゃあ客が飛んでいるということは打たない方がいいのかと言われれば、実はデータ的にはそんなこともないのです。そのため今回はスマスロリゼロ2の現段階のデータからわかる打てる理由と、この台を打つ前に、そして勝つために知っておきたいあらゆる情報をまとめたためご紹介していきたいと思います。まずはデータからわかるリゼロ2を打てる理由です。まずこのデータはあくまでもリゼロ2を打つことを推奨するわけではなく、世間の評判ほど打つに値しない台ではないというデータであるため、その点はご了承ください。まず大前提として、スマスロリゼロ2はかなり荒いです。北朝鮮のサッカー選手くらい荒いです。なぜならスマスロリゼロ2はコイン単価 4.1 円であり、これがどれくらいの数値かというと、かぐや様とからくりとほぼ同単価であるため、この2機種と同じくらい荒いことがわかります。ちなみにスマスロゴッドイーターが 3.5 円で、バルブレイブが 4.5 円であるため、ちょうどその中間くらいの荒さと言えます。ただここまで出てきた台たちは荒いのに、現在のホールでかなり高稼働を維持している台ばかりです。すなわち今のパチスロユーザーたちは脳みそを汁まみれにして溶かし尽くしてくる激荒爆裂機を好む傾向にあります。ではなぜ同じく爆裂仕様であるリゼロ2が他の爆裂機とここまで稼働に差が出てしまっているのか。おそらくですがリゼロ2には圧倒的にやれる感を感じにくいのが原因だと思います。多分打った人のほとんどがレア役はほぼ機能しないし、毎回天井まで引っ張られるしで、とにかく通常時の虚無感がヤバすぎる。さらには AT も連チャンしないどころか上位にもなかなか入らんし、入っても出ないし、とにかくクソほどおもんないダイヤという印象だと思います。ただまあこの辺のことは正直どの台でも言えることなのですが、問題なのは上位 AT のバランスだと思います。ついにリゼロ2で超強欲ラッシュに入れたぞとワクワクルンルンで消化を始めたら、光の速度で駆け抜けて400枚で終わったみたいなことが多発する台なので、打ち手にどうやったら勝てるねという印象を与えやすいのですが、正直からくりだってバルブレーブだって上位に入っても鼻くそみたいな出玉で終わるというのを皆さん何度も体験してるはずですし、なんならバルブレーブの通常時もクソほどおもんないです。ただこの2機種と違うところは、先ほども述べましたがバランスです。からくりやバルブレーブは上位 AT までの道のりが非常にわかりやすく、そこまで高いハードルでもないのに上位 AT に入れさえすればそれなりに出るし、万枚も十分に意識できる。一方でリゼロ2は初当たりが重く上位 AT になかなか入らないし、入ってもマジでヤバい枚数で終わることが多く、勝てるビジョンが見えないという圧倒的な違いがあります。これだけ聞けばリゼロ2を打つ人なんていないと思いますが、実はリゼロ2の上位 AT は他の追随を譲らないくらいの爆発力があるのです。こちらの表をご覧ください。こちらは2022年以降に出た全144機種のパチスロとスマスロリゼロ2の出玉性能を比較した画像なのですが、なんと設定1の5000枚突破率が 21% で144機種中の1位、さらには設定1の万枚突破率が 3.16% で144機種中の2位と、実はここ最近で他台の中では間違いなくトップの出玉性能を誇る台なのです。つまり上位 AT に入っても鼻くそみたいな出玉で終わるのに、数値上ではトップの出玉性能を誇る台になっているということは、1000枚2000枚の塊になることが少なく、出るときは一気に5000枚超えの AT になってしまうということです。ただ出玉性能が高いイコール勝率が高い台ではなく、あくまでも平気で10万円吸い込むが平気で5000枚が出てしまう台ということではありますが、数値上では設定1で最もやれる可能性がある台と言えるでしょう。そのため設定1がベースの現パチ屋において数値だけだと打つに値する台と言えるのですが、この点がリゼロ2の最大のやらかしポイントだと思っていて、出ない時はあまりにも出ないし、出る時は簡単にドカッと出てしまうという、何もかものバランスが悪すぎるせいでやれる感が全く感じられないのです。とにかく上にも下にもブレまくるため、中途半端な出玉を獲得しづらく、この台の出玉性能を実感するにはかなり長期的に見る必要があるのです。そしてさらに注目したいのが設定6の性能数値です。今度は設定1通って変わって
そこまで突出した数値ではないのです。おそらくですがスマスロリ02はハマりが深いほど AT が強くなりやすい傾向にあるため、おのずと低設定は一撃が跳ねやすいのかもしれません。ちなみに設定6の実戦値は高評値よりも下振れしているらしいので、やはり設定6でもきつい印象を与えやすい台なのでしょう。ただその分店側も設定を入れやすくなるので、スマスロリ02は長期的に見れば設定1でも戦える台、さらには6が安定しているわけではないので店側も設定を入れやすい。この2点で考えた時にスマスロリ02は市場の評価ほど打つに値しない台ではないと言えます。実際扱いを頑張ってる有料ホールなんかは全然リ02は高稼働であるようです。続いては打つ前に絶対に知っておいた方が良い情報です。これは導入初期に解析サイトを見ていこう。そこまでチェックしていないという人は特に見てほしい情報です。まずはこちらをご覧ください。こちらは導入初期に解析サイトに載せられたエキドナモードの概要なのですが、エキドナモードは一度突入すると AT が初回継続するまでは転落しないと記載されていました。エキドナモードは AT の初回継続に成功すると報酬が必ず上位 AT のチャンスとなる超強欲チャレンジとなるため、かなり強力なモードです。そのため一度エキドナモードに入れば AT が初回継続するまで打ち続けた方がいいわけなのですが、なんと導入から約1週間経ったある日、あらゆる解析サイトからこの情報が忽然と姿を消してしまったのです。そのため AT が初回継続するまでエキドナモードは転落しないという情報はまさかのガセ情報だったことになります。導入初期にこの情報を見て今もその情報を信じて打ち続けている人はマジで危険なので今すぐやめてくださいね。あとは設定差についてのお話なのですが、こちらはほぼ解析が出ていないためあくまでもいろんな人たちの実践値になるのですが、まず初当たりに設定差があるのは公表されているのですが、早いゾーンでの当たりにかなりの差があると思われます。こちらは約5万ゲーム近く回した実践値なのですが、ずば抜けて設定6だけ200ポイントまでに当たりやすいことがわかります。さらに試行回数は少ないですが、高設定ほど500ポイントまでに当たることが多いというデータもありました。そしてもう一つはチキチキ雪合戦についてです。チキチキ雪合戦の突入率には設定差があると言われていたのですが、どうやら設定差があるのは突入率ではなく複数セットの割合に設定差がある可能性があります。実戦値ですが高設定ほどに3セットの割合が高く、3セット目まで続けばかなり高設定に期待できるようです。そして最後は AT の駆け抜け頻度です。継続チャレンジで殲滅薬を引けなければなかなか継続せずに駆け抜けてしまうこの台ですが、どうやら設定6だけベルでの継続が顕著に見られ AT 単発率が低いという実践値が確認できました。そのためこれらをまとめると500ポイント以内の AT 当選、雪合戦の複数セット、AT の単発率、設定判別はこれらに注目した方が良いという結果になりました。ちなみに高設定確定画面についてですが、 AT 終了画面がキータイムなら設定5以上濃厚、露天風呂の女性キャラが出たら設定6濃厚、さらに朝一限定の夏季ケステージで5時6分かが出れば設定5以上濃厚、6時6分かが出れば設定6濃厚ということを覚えておけば OK でしょう。巷では吸い込みが弱いと弱 AT になる、強欲チャレンジも 50% あるとは思えないなどなど優遇冷遇について騒がれていますが、正直昨今の台は怪しい挙動が多すぎるため騒がれるのは仕方がないと思います。ただ今は何でもかんでも優遇冷遇と決めつけてしまい、優遇冷遇とは何なのかの認識がおかしくなってきている気がします。そういうのも全部含めて機械割りで、そういうのも全部含めて引きがいい悪いという考え方にした方が楽しめるし、お金をいっぱい使っている以上少しでも楽しまないともったいないですからね。